はい、続いてはこの方にお越しいただきました。どうぞ。こんにちは、ファインモデルの泉です。ブレンダーモデルの東野です。お越しいただきました。今日はガールズアワードということで、はい、今日終わられてもうオフモードということで、はい、いかがでしたか今日は。すっごい楽しかったです。楽しかった。どんなでしょう。もうすごい楽しかった。なんか名前とか呼んでくれるの超嬉しかったです。名前を呼ばれて、はい、ランウェイを歩いてる時に何考えてるんですかね。何も考えてない。ムワーって感じです。ワーって感じ。とりあえず視線をいっぱい浴びてるじゃないですか。なんか無意識ですか。遠くの人とか見えてるかなとか、そういうのは考えます。なんか、あ、そうですか。なんか近くの子とか目が合っちゃうから、なんか嬉しいっていうか、ちょっと気まずいけど嬉しい。目合っちゃったみたいな。そう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 。あ、で手振ったりとか、うん、嬉しいです。しちゃいますよね。 YouTube って普段見てますか。見てます。見てます。嘘。見てます。いや見てます。見てます。いや見てます。見てます。何見てるんですか。なんか面白動画とか、あの撮影の合間とかにみんなで見て、休憩中とかすごい、はい、YouTube 絶対楽しいですよ。楽しいですよって見てないってことになっちゃう。見てる見てる見てる。 PV とかも見れるし、あとは面白動画で検索すると結構出てくる、ね、出てくるよね。でそれ面白動画でハプニング集とか、うん、あの入れると、あ、なんかあの赤ちゃんが転んだ映像とか、はい、ね、かわいいかわいいみたいな。あ、そうですか。とかあったり、あの犬とか、うん、そうそう、ペットの、そう、猫が歌うとか、はい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 、人がこけたとか、そう、ありますね。すごいこけ方したとか。じゃあ結構じゃ頻繁に、結構そうですね。撮影の合間とかロケバスの中とか、あ、見ますよね。見てます。2011年のもう来年なんですけど、冬に狙いたいアイテム。遠いな。今年じゃなくて来年？今年じゃないです。来年？要は遠いな。やっぱりお二人の、まあ、モデルさん の, その感性というか知りたい女の子たちいっぱいいるんで、そのちょっとアドバイス。難しい、ね、難しい。じゃあ来年の春はどうですか。もっと遠くなったんじゃないの。近い。春春なっちゃう。春はダメだ、テンパっちゃって動画だから。あ、本当ですか。でだんだん、そうですね、春、はい、女の子らしい感じで、春は女の子らしい感じですね。ワンピースとか。じゃあファインでもそういう服をどんどん発表していくと。そうですね、ファインは結構海な感じなんで、夏がメインなんですけど、まあ、そうですよね。そうですね、でもまあ春もちょっと海テイストを入れながら、ブレンダーはどうですか。そんな感じで。おー、勝ったの勝ったの勝った。違う、絶対違います。絶対違います。そんな感じで。はい、じゃあそんな感じっていうことにしといて、はい、ぜひ。優しい。優しいのはちょっと無理で、ありがとう、ありがとうございますじゃないよ。まあ、あんなこともないんですけど、ね、最後あの、はい、ファンの皆さん、ユーザーの皆さんにメッセージをいただけますか。はい、はい、じゃあお一人。はい、あ、すごい近い、恥ずかしい。ガールズアワード来ていただいた皆さん、本当ありがとうございます。YouTube に出ちゃって嬉しいです。これからもファイン読んでください。ありがとうございます。ブレンダも読んでください。よろしくお願いします。乗っかりすぎ。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。こんな感じ。